もう二度と地球に来るんじゃねえぞ。この屈辱は忘れんぞ。絶対にサイヤ人の壁をカカロット貴様を超えてやる。お父さん、一緒に行けないのは残念だけど、必ずドラゴンボール見つけてピッコロさんたちを助けてね。ああ、約束だ。おい、逃げねえでくれよ。別に取って食うわけじゃねえんだから。お、あれはな、なんだってね。あいつの仲間か。それがレーダーにあったナメクセのドラゴンボールか。思ってたよか、でけえな。こいつが狙いってことはやっぱり仲間か。仲間って何の話だ。やれ！E quindi iniziamo la saga di Namek praticamente. Ma vuoi difenderti, Goku? Cioè, non lo so. Cioè, a volte premi il tasto di difesa, ma non si difende.E guarda, guarda che porca miseria, vai. Oh, finalmente una combo è entrata. Mi fai fare qualcosa, soldato minchione di Freezer?ほら、ワクワクしてきたぞ。バトゥート。おい、やばいぞ、この数値は。
フリーザを倒し、あとは貴様だけだ、カカロット。さっさとスーパーサイヤ人になりやがれ。どうだカカロット、俺もなることができたぞ、伝説のスーパーサイヤ人にな。そうか、おめえがナメック星人を。みんなを生き返らせるにはベジータを倒すしかねえか。さっさと貴様もスーパーサイヤ人になれ、この俺に殺されたくなければな。これがお望みなんだろう。そうだ、この姿で今の貴様を倒すことがな。俺は死ぬような思いを繰り返して戦闘力を高めることができた。それでは貴様に追いつくことはできなかった。しかし貴様ごときに打ち負かされた屈辱と自分の弱さに対する怒りによってスーパーサイヤ人になり、フリーザもこの手で倒すことができたのだ。感謝するぞカカロット。それだけ強くない。ドラゴンボールを望む理由は何だ。罪のない人々、ナメック星人たちを殺しやがる。弱い者などこの宇宙に必要ない、そうは思わないか。なんなら貴様も俺の部下にしてやろうか、カカロット。話にならねえな。Ok. Vai così. Prendilo. Vai. No, l'ha deviata. スーパーサイヤ人になってもカカロットに勝てないのか。スーパーサイヤ人は激しい怒りと穏やかな心を持つ者がなれる。貴様が負けたのはその片方が欠けた半端なスーパーサイヤ人だからだ。それでまたとどめも刺さず見逃すのか。でもそれはお前に屈辱を与えるためじゃない。何？俺はいつでも相手になるぜ。強いやつと戦うのは好きだからな。カカロット、貴様もやはりサイヤ人だな。いいだろう、さらに強くなって必ず貴様を倒してみせる。こうして悟空とベジータの2度目の戦いは終わりを告げ、ナメック星を去るベジータを悟空は見届けた。
そして悟空は願いを叶えて地球に戻り、仲間たちと再会を果たす。果たして孫悟空はどこまで強くなるのか。再び敵が現れてもきっとその限界を超えていくのだろう。OK, molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto, la prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e alla prossima, ciao belli!